旭川市の新総合庁舎が完成し、今月1日、落成式が行われました。新庁舎は地上9階建てで、1階と2階に市民窓口が集約され、8階にはカラマツ材を使った議場や、9階には展望ラウンジがあります。災害時に電気やガス等のインフラが断絶した場合にも、必要な機能を7日間維持することが可能であり、災害対策本部を設置するなど、万が一の際の復旧支援活動の拠点となるよう整備されております。設計や建築に関わった方たちへ、今津市長から感謝状が手渡されました。大きな事故もなくですね、無事に工事を終えられたということを、すごく誇りに思いですね、この落成式を無事に執り行うことができたことを、すごく光栄に思っております。設計者によると、新庁舎は自然豊かな旭川に合わせて、床にはあえて色ムラを出したり、外壁には年とともに色が変化する材料などを使っているそうです。古くなることを市民と一緒に楽しめるような、庁舎っていうのを目指していました。今月3日には市民見学会が行われ、議場で記念撮影をしたり、展望ラウンジからの景色を楽しんでいました。びっくりした。あまり想像よりすごかった、便利になりますね。完成を祝って吹奏楽の演奏も行われました。新庁舎での業務は11月6日から順次開始する予定です。旭川市からのお知らせです。市税と国民健康保険料がスマートフォンなどで納付できます。納付書のバーコードをスマートフォンなどのカメラで読み込むことで、いつでもどこでも納付できます。納付には専用アプリが必要です。詳細は市ホームページをご覧ください。